スタンドの皆様、ここで嬉しいお知らせがございます。この度川崎フロンターレ森田秀正選手が今月開催されるキリンチャレンジカップ2019に臨む日本代表メンバーに選出されました。またガンバ大阪からは東口正明選手と三浦玄太選手が選出されています。またアンダー20日本代表欧州遠征メンバーに川崎フロンターレ宮代大成選手が選出されました。両クラブを代表して世界と戦う選手たちに今一度大きな拍手をお願いいたします。本日は2019明治安田生命 J1 リーグ第4節ノクティアルイファミリー溝の基地エキサイトマッチ川崎フロンターレ対ガンバ大阪戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。またガンバ大阪のサポーターの皆さん、本日は心強い情報をお越しくださいまして誠にありがとうございます。クラブスタッフ一同御礼申し上げます。ただいまより両チームのスターティングメンバーを発表いたします。まずはビジターのガンバ大阪のスターティングメンバーです。1番ゴールキーパー東口正明、4番ディフェンダー藤原博樹、5番ディフェンダー三浦玄太、13番ディフェンダー菅沼俊也、19番ディフェンダーキム・ヨンゴン、7番ミッドフィルダー遠藤康人、8番ミッドフィルダー小野瀬康介、10番ミッドフィルダー倉田修、28番ミッドフィルダー高尾隆弘、9番フォワードアデミューソン、16番フォワードファン・ビジョン、続いてサブスティテュートです。23番ゴールキーパー林瑞希、14番ディフェンダー米倉光希、22番ディフェンダーオ・ジェソク、6番ミッドフィルダー田中達也、15番ミッドフィルダー今野康幸、21番ミッドフィルダー矢島伸也、39番フォワード渡辺和真、そして監督宮本恒也さん。以上ガンバ大阪のメンバーでした。Thank you.
27番ディフェンダー鈴木優斗。3番ディフェンダー奈良達樹。5番ディフェンダー谷口翔吾。スタジアムをブルーに染めて選手を迎えてください。